スターウッドホテルズリゾーツワールドワイドは世界規模で展開していた大型ホテルチェーン。スターウッドホテルリゾート単にスターウッドとも。工術の買収により現在は全ブランドがマリオットインターナショナル傘下となりスターウッドの名前は消滅した。10のブランドで構成されていた。スターウッドのフラグシップであるシェラトンは1937年。 創業者のアーネスト・ヘンダーソンとロバート・ムーアが、マサチューセッツ州、スプリングフィールドにあるホテル、ストーン・ヘブンを買収して創業。その後買収で順調に、ホテルの数を増やし、1949年に、カナダのホテルチェーンを買収し、世界規模に成長。1960年代にラテンアメリカと中東に、最初のシェラトンホテルを、開業。1965年には100番目の、 シェラトンホテルを開業させた。さらに1985年には中華人民共和国に最初のシェラトンホテルとなるグレートウォールシェラトンホテル北京を開業させた。1995年4月にはシェラトンよりも手頃な価格でビジネスやレジャー目的の顧客にフルサービスを提供する中規模ホテルのフォーポイントバイシェラトンが誕生した。シェラトンがブランド名になった理由は 所有ホテルの一つであるボストンのシェラトンホテルの屋上にかなりの費用を投じたネオンサインがあり、ブランド名をシェラトン以外のものにすると、このネオンサインを撤去することになる無意味な出費が発生してしまうため、ヘンダーソンのツールの一声でシェラトンがブランド名になった。ウェスティンは1930年に創業。1980年代最後のバブル期絶頂の頃に、 日本の青木建設が、ウェスティン株を買収し、青木建設参加に入ったが、1990年代に、ハイリバブルが崩壊すると、青木建設は、ウェスティン株を手放してしまう。その時、すかさずウェスティンの買収に動いたのが、不動産投資家で多くのホテルを所有する、ホテルオーナーのスターウッドである。彼は1998年1月に、ウェスティン株のすべてを、同年2月に、 シェラトン株のすべてをそれぞれ買収し、5つのブランドからなるスターウッドホテルズリゾーツワールドワイドが新たに誕生した。さらに同年にはデザイナーズホテルブランド W の W ホテルが誕生した。シェラトンとエスティンを買収して巨大なホテルチェーンとなった背景には航空会社などで普及している。 会員制組織の拡大と充実が顧客獲得への近道と結論づけたことにある。顧客を獲得するためには世界中に自社のホテルが必要となり、そのためにもシェラトンとエスティンの買収は不可欠だった。2005年11月にはルメリディアンをスターウッドのブランドに加え、さらにホテルチェーンの規模を拡大した。2006年には新ブランドである。 アロフトエレメントが誕生した。2015年には新ブランドであるトリビュートポートフォリオが誕生した。2015年11月マリオットインターナショナルによる東ホテルグループの買収が発表され、2016年4月2日に約136億ドルで買収されることが決定した。ブランドごとにビジネスモデルやターゲット層が異なるが、 標準的な客室の宿泊料金が高い順に並べると以下のようになっている。なお、買収元のマリオットでは、下記の高級ホテルのうち W ホテルまでを、ラグジュアリー、ウェスティン以下の高級ホテルと中級ホテルを、プレミアム、4ポイントバイシェラトンとアローフトを、セレクト、エレメントを長期滞在に分類している。ウェスティン名古屋キャッスルウェスティンホテル淡路。 ありがとうございます。